ウラソフとヒムラーの会談を報じるノルウェー版、シグナル氏の記事、アンドレー・アンドレーヴィッチ・ウラソフは、ソ連の軍人、中将、独祖戦の最中に投降して、大独協力者になり、ロシア解放軍総司令官となった。ニジニのブゴロド近辺の農村で、下手屋の8番目の息子として生まれ、神学校在学中に、ロシア革命が勃発すると一兵卒として赤軍に、 従軍する。ウクライナとクリミアで白軍のデニーキに将軍たちと戦い、狙撃兵、第二連隊長となった。1930年にソビエト連邦共産党に入党。1933年にジョイと結婚。3年後、第72師団参謀長となるが、1936年からの大粛清で多くの同僚を失い、 不能出身の妻とも表面的に離婚せざるを得なくなった。その後、紹介席の国民党軍を援助するため、中国に派遣された軍事顧問団に1938年に加わる。1939年11月のフィンランドへの進行作戦において、第99狙撃兵士団長になり、粛清によって軍機が乱れていた、この部隊を精鋭部隊にした。 1940年に少々に昇進。独ソ戦が始まると、ソ連第37軍司令官に任命され、キエフ要塞戦区を任された。ドニエルプル戦線を主した後結露を開いて脱出後、モスクワ防衛戦において、重厚不将軍の指揮下、第20突撃軍司令官として、選考を挙げた。その優先ぶりから、レーニン勲章を受章した。 1942年3月、ボルホフ戦線司令官代理、第二突撃軍司令官に任命され、レニングラード救援の任に当たった。しかし、満足な補給を受けられず、包囲された。ソ連軍総司令部は、彼の救援のために飛行機を飛ばしたが、この時点で家族からの連絡で、スターリンに再疑心を持たれていることが分かっていたため、応じなかった。同年7月12日、 宿舎に隠れているところをドイツ兵に発見され投降した。痩せ細って歩くことさえできない状態であった。ロシア解放軍に訓示を与えるウラソフ投降後は特別収容所に移され、最初の伝達による呼びかけを行った。反響は大きく脱走兵が続出。そしてドイツ陸軍参謀本部のソ連軍情報を収集する。 東方外国軍家のラインハルトゲーレン大佐に協力して新体制のロシア建設を目指した。彼自身は品格扱いされたものの、スラブ人に対する偏見やロシアを自国の植民地としか見なさないナチスドイツ上層部によって政治活動を禁じられ、ハンスターリン宣伝上のシンボルでしかなかった。しかし、東部戦線崩壊後の1944年、 ハインリヒヒムラーと会談し、ようやく11月14日に、ロシア解放軍と政治組織、ロシア諸民族解放委員会を結成することができた。やがて、チェコレジスタンスからの支援呼びかけにこう、加担して、ナチスドイツから、リハン、連合国到着前に、プラハ解放で大きな功績を残し、終戦を迎える。1945年5月、ドイツ国内で、 アメリカ軍に投降。西側への亡命を希望したが、全員ソ連軍に引き渡され逮捕。秘密裁判で有罪を言い渡され、他の同志と共に1946年に公主刑となった。ソ連崩壊後、ロシア解放軍将兵も名誉回復の対象となったが、ウラソフ自身の名誉回復は却下された。最初の妻アナミハイロブナは、 ウラソフの投稿後に逮捕され、5年の刑期を受けた。1941年に結婚した5歳のアグネッサ、パーブロブナには、何の咎めもなく、夫の名誉回復を訴えていた。前妻との間に一時、婚外種が一人いた。孫の一人はロシア海軍将校。ありがとうございます。